小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店 TB グループを運営するなゆた工業の提供でお送りいたします。こんにちは、なゆきちです。はい、こんにちは、みゆきちです。はい、みよなゆ TV の時間がやってまいりました。やってまいりました。今週もこちら、秋島店のレイアウトルームから 先週と同じ洋服でお届けしております。ちょっと、どうしようかな。まあ、いいや、ちょうどいいね。これもいかにもこう生放送の公開録画みたいですよね。もうどういう意味それ。もうまとめて撮って、こう、一週間ごとに流してるだけみたいなね。まあ、そういうわけでも、ただほら、着てる服がさ、あんまりない、レパートリーないね。着回しみたいな、ね。一週間同じ服着てたんですか。そういえば、なんか安い小着具いっぱい買ったっつってなかった。小着具じゃない。安い小着車いっぱい買ったっつってませんでした。いや、ほら、以前の動画でね、編成を蘇生することまであまり考えてなくて、グレードアップのほら、そこに置いてあるケースが怪しい。で、それのね、相方と、それからうちの方で、加藤さんの EF66 がね、やっぱり貨車難民になってたんでね。そこに置いてあるカバンが怪しい。なので、早速出してくださいよ。はい。もう絶対もう見せようと思って、そういう、話を振りましたよね。まあ今回の動画はね、ちょっとそういうことで、俗に言っちゃう。これを100円が5枚で買えるような感じだね。いや、これをまあ前終わったからって言ったら、この辺につけとく。チャリンチャリンでね、レンタル車両がパカンみたいなね。パカンみたいな。で、下のところに リジェクト口つけとかなきゃね。まあね。で、皆さんよくご存知のね、500円貨車、今消費税別で700円のね、再生産された、古希1万系。はい。で、私これね、やっぱ世代なんでね、やっぱね、これ大好きなんですよ。で、今までやっぱり1形式1両でね、喜んでたんですけども、これだけ揃えて5000円ちょ弱ってことですね、まあそうですね。で、これが前回の脇1万系ですね。はい、はい。で、フレットライナー。こっちは前の動画で、作っていく工程を紹介したあれですね。はいはい、ですから、前車に大体軽いウェザリングをね、こう、施して。はい、はい。で、私ね、正直ウェザリングってあんまやらないんですよ。前傾上がりの車がやっぱ個人的好きなんで、やっぱりウェザリングが苦手なのかなっていう。はい、はい、はい、はい。で、まずこれが、買ったばっかりのね、ほら、こうアーノルドカプラーにメッキ車輪でね、はいはい、こう、年式あるから、まあ、外くすんだり、こう、当面がこう、錆びちゃったりとかね。うん。いろいろしてるんですけれども、まあ、当然コンテナがこう、繋がってね、こう、簡単にこう、分解がね、できてこう、ウェイトが出てくるね。大体錆びてるんだね、ウェイトが。このコンテナがこう、ゴムが繋がってるっていうのが、今の模型じゃ考えられないんです。でも、これはこれでいいですよね。いいんですよ。で、あともう一つ、ちょっと外した状態で。大体ウェイトが錆びてるっていう。ウェイトが錆びてるっていうのも鉄板なんですけど、もう一つ、今の模型では考えられないシリーズ。コンテナ車じゃなくて、フラットカーなんですよね。これがまた、いかにも当時の模型っていうので。まあ、スケルトンにもなんないしね、なぜかデッキもついてるしね。でね、私らは、こう、ほら、昔はこういうコンテナ貨物ってよく見たんですけど、うん、私らが見るようなところでコンテナ車っていうのを見ると、いわゆる万国じゃないんですよ。そう、まばらに積んでたりとかね。で、それを模型で再現したくて、うん、これどうやってやったらいいだろうって言って、ハサミで切ったり、カッターで切ったりして、お小遣い無駄にして泣いたことのある人は少なくないはずなんです。で、ここはなくなっちゃうからね。そうそう。これがね。あちゃーみたいなね。そう。分かっちゃいるんだけど、実は分かってないんだよね。そう、だから猫連なった状態しか作れない、ね。そう。うん。で、まあ、とりあえずね、今はほら、他社さんからもね、コンテナがこう、アソートできるようなとかね。はいはい。ただね。出てますよね。連結、並結をしようと思ったらね、後期型でね、5個が4個の近距離になっちゃったりとか、なかなかうまく遊べねえんだよ、これが。あー。なんでね、
とりあえず今日はですね、これをちょっとね、グレードアップと、それから車輪のクリーニングをはじめとしてね、まあ、ちょっと編成に仕立てて、遊んでみよう。あるいはこの当職の方、こういう、やっぱね、仕事はさせていただいてますんで、はい、ゆくゆくはこう、レンタル車両としてね、お楽しみいただけたらなと。はい、あ、そういえばこの動画でやってた、あ、こいつら、この子たちだよねっていう感じでね、見ていただけると嬉しく存じますんで。うん、はい。じゃあ、早速見ていきたいと思います。拍手。はい、ありがとうございます。はい、じゃあご覧ください。まずノーマル原型ですね。アーノルドカプラーが当たり前についてます。はい。こちら皆さんよくご存知のですね。こっちはなぜかね、中古で買ったんで、加藤カプラーに交換されてます。はい。で、コンテナが先ほど言ったね、つながりなんで、ここをね、メリハリつけるために、ちょっとマスキングをして、黒の色差しをしていきたいと思います。で、エアブラシですね、全部マスキングして、どんどんね、大量生産で、効率よく拭いていきたいと思います。で、一両だけね、先行でこう仕上がったのは、こちら。こんな感じでね、黒の色差しが入ります。で、透明に見るとね、コンテナがこう分かれているようにね、こう、見えるんで。これ皆さんね、結構モデラーさんの方とかやられてるんで。これはな、これ結構メリハリつきますね。そうですね。僕も、参考にさせていただいて やってみたら、思った以上に効果があるんでね。これはぜひお試し。あとですね、外した時にウェイトがあるんですが、ウェイトもね、ちょっと黒で着色しちゃいます。例えば、これですね。一緒に墨入れするときにですね、ついちゃいましょう。はい。これは今、よいしょ、ちょっと重かったかな。非分解構造に改造されてるみたいですね。ウェイトの方はですね、黒の艶消しで、プライマーを置いて軽く黒をパッとな。なぜかというと、この隙間の、金定装置の隙間にね、ウェイトがこう、ギラッとこう、見えてしまいますので、あと、錆びてるものはですね、ちょっと軽く研磨をして、それからプライマーをかけて、黒の艶消し拭いて、で、中でパタパタしますんで、ゴム系接着剤ですね、塗ってから、ペットこう、貼り付けてしまいます。はい。じゃ、これをちょっと戻していただきまして、このようにね、手軽にこう遊べるのでね。で、まずこれは普通に色差しと、ウェイトの塗装で、今この間見えますか？はい。で、今回ですね、これはリーズナブルに遊ぼうということなので、あえてコスパ重視で、加藤カプラー N でちょっと統一しました。で、あと遊び心としましてですね、なんちゃってなんですけど、これ私のちょっとやらしている技法なんですが、テールライト色差しは、ともかく当然としてですね、加藤カプラのジャンパー付き、なんちゃって、こう、内側の方に軟質プランで曲げてですね、ブレーキホースっぽく見せて、まあ、首は振っちゃいますけれどもね、こういうのもちょっとね、ご参考になればと思うんで、ご紹介させていただきます。こんな感じですね。はい。はい。だから、こう、寄付者ですね。これは、当然、編成の後端、付きます。で、これが前回の脇一万で、軽くちょっとね、デッキ端の茶色系でね、薄くウェザリングしてあります。屋根の架線の銅とかね、こういうのが表現したつもりなんですけれども、いかがでしょうか。ね。はい。で、こちらの方がですね、それに習って、墨入れをした後に、コンテナね、まばらにこうウェザリング、色合いと、濃い薄いを変えて、あと全体と、台車は分解してですね、こう、全部こう、ウェザリングをかけて、ほこりをかぶったような表現を、してみたかったんですけど、これちょっとご覧いただいていかがでしょうか。ね。こんな感じですね。嫌なやつね。まあ、あとは、他の方はですね、順次ウェザリング加工、それからあとクリア掛けで全件上がりみたいなね、そういうのを表現していきたいと思っております。今、総勢で約、脇入れると14両。ちょっと編成としてはね、まあまあまとまってきたんじゃないかなとは思うんですけれども。なかなか、これだけ揃うと圧巻ですよね。はい、そうですね。往年のフレートライナーの数、フル編成までちょっとまだね、足りないんですけれども。はい、宮吉、ここまでいろいろ見せてもらったんだけど、
今500円貨車のシリーズってなかなかないでしょ。再生産してもね、すぐになくなるのよ。で、これなんか買う時の注意点とかってあります？ね、多くの方は、ジャンクとか、吊るし物と呼ばれる、あとは、昔のそのロットのですね、ケース入りの中古とかを購入される機会の方が逆に多いと思うんですよ。なので、逆に言うと、まあ、これくらいの価格帯の方が、下手にこう、リアルをこう、ね、追いかけて値段ばっかり上がっちゃうっていうよりも、買いやすい、遊びやすい、美強安全。まあ、美かどうかはね、こう、最近の模型と比べてどうかっていうのは疑問ですけど、こう、まあ、エンドユーザーさん人それぞれの考え方で、いろいろな意見はあると思うんですが、この手の貨車ってなかなか新品再生産しても手に入らないし、どうでしょう、何か買う時の注意点とか。まあその注意点の前にやっぱりね、市場がやっぱね、新たなジャンルというか進化してきたんでしょうね。っていうのは、コレクションで押し入れマニアとかそういうのではなくて、もうとにかく安くあれしてガンガン走らせて遊ぶっていう、そういうなんか原点回帰みたいなんですよ。はいはいはい、はい。特に貸し入れ産業でやっぱり一通り、お金と手間とパーツをてんこ盛りにして、どうだ、俺の模型見てくださいっていうようなところからね、もうとにかく長編成でガンガン走らせるため、やっぱ当然コストがかかりますから、もうとにかく手軽に、でもって長編成をガンガン手軽に楽しめるっていうね。また自分がね、はいはい、新しい方向に向かい始めてるのかもしれないですね。で、そういう中で以前のこういう再生産して、新品がすぐなくなるんですよ。再生産かかってもね。ただ、多くの方は今、内吉が言ったようにね、中古品、あるいはジャンクもの、いうことで、多分、蘇生される方多いと思うんです。で、これで、貸し入れ屋からちょっと一言、注意点というかね、お願いがあります。車輪がですね、非常に汚れてるものとか、なんか錆びたり、石、石化してるものが非常に多く見受けられます。で、これをそのまま走らせてしまいますと、機関車の方にもね、スラッジとか拾いますし、何よりね、線路の方はやっぱり傷みますのでね、ぜひね、改造とか、それからデテルアップ、心がける方は、そのためにね、普通の室内通りの車両と同じように、車輪のクリーニングをね、ぜひともお願いしたく存じます。なるほどですね。はい、はい、はい。で、私の方はね、ちょっとね、急びれましたけども、車輪を全部その際に、クリーニングをしてから全部、プライマー、線路の透明を全部マスキングしまして、それ以外は全部ね、マットブラックで、全部塗装しちゃってます。はいはいはい、はい。なので、横からね、TR203 台車のね、こう、ハイフランジの部分は、もう除いて、内側のこう見たときにね、車軸見たときに、黒になってますので、結構ね、これちょっと隙間感が、少なくなって、こう、見栄えが良くなるんじゃないかなと。これもおすすめなので、ぜひともね、車輪の掃除の後にこういったデテラップを楽しまれてはいかがでしょうか。なるほどね。はい。はい、よくわかりました。はい。なので、ね、この貨物列車が、三与吉鉄道にお目見えするのももう間もなくなので、手軽に遊べるフレートライナー、今のね、貨物列車に比べると、ね、製品の水準に比べるとありってなるところもあるかと思うんですけど、まあ、ちょっとね、その辺は気軽に遊べるということで、期待しましょう。まあ、こうね、吉田君練習にもなりますんでね、ぜひぜひね、皆さんこういうので、楽しく遊んでいただければと思います。もう来てみろりんって感じですね。やってみろりんみたいなね。はいはいはい、はい。まあ、ということで、今週は、はい、近々三与吉鉄道にお目見えするであろう、まあ、廉価版フレートライナー。そうですね。本当にこう、私たちが子供の頃、私たちの、こう、なんだろう、このコンテナの中、積み荷は、あの時子供だった私たちの夢ですよね。夢がいっぱい。はい。はい。はい。ご用意してますので、はい。ぜひ遊びに来てくださいという、そういうご紹介動画だったんですね。そうですね。ご視聴ありがとうございます。はい。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。で、はい。今日も動画を見てくれて
本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でも、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのはもっと嬉しいよね。ああ、そうだ ね。はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。